北国新聞ニュースをお伝えします。冬型の気圧配置になった影響で、今朝は金沢や七尾で今シーズン一番の冷え込みになり、白山麓では山々がうっすら雪化粧しました。県内の上空には今日強い寒気が流れ込み、最低気温は七尾 5.1 度、加賀中津原 5.7 度、金沢 6.5 度などと、県内に11カ所ある観測地点のうち5カ所で今シーズン一番の冷え込みになりました。白山市白峰からは山々の尾根がうっすらと雪化粧した様子が見られ、冬の訪れを感じさせました。最高気温も白山河内で 8.5 度と平年を 6.7 度も下回ったのをはじめ、金沢で 11.1 度、輪島で 10.1 度などと、県内全域で平年より5度から6度ほど低くなりました。金沢地方気象台によりますと、気圧の谷が通過するため、県内は今夜遅くにかけて大気の不安定な状態が続く見込みで、竜巻などの激しい突風や落雷、それに雹や急な強い雨に注意が必要です。なんだかいきなり冬になっちゃいましたね。午後にはカナダの中心部でもさっとあられが降りましたですね。暖冬だと言われながらも冬の寒さを実感する時期になりました。山間地に近い私の家でもね、雪こそ降りませんでしたが、暖房はもう本当に手放せなくなりましたですね。まだ大雪になるような状況ではないと思いますけれども、徐々に冬将が迫ってきています。インフルエンザが猛威を振るってますが、これから一段と注意が必要だと思います ね。 そうですね。おにぎりの町で知られる中野戸町に初のおにぎり専門店がオープンしました。この専門店玉姫茶屋は、中野戸町吉川で民宿を営む島菊子さん72歳が、地域の憩いの場になればと民宿の離れで開きました。オープンしたおとといは、島さんが中野戸町の宮下為之町長や町議会の笹川博美議長とともに、高級朝織物能登上布で作られたのれんを店先に掲げました。店では地元で採れた米を使い、日替わりでおにぎりや味噌汁、小鉢を出すほか、夜はコース料理とどぶろくや地酒が楽しめます。中野戸町内にある遺跡からは、1987年に日本最古のおにぎりが出土し、島さんは町内初のおにぎり店を地元の歴史や文化を伝える場所にしたいと張り切っています。玉姫茶屋は不定期に店を開き、営業時間は昼が午前11時から午後2時まで、夜は午後6時半から10時までとなっています。ではニュース解説です。兼六園の10月の来園者数が22万4651人となり、新型コロナ感染拡大前の2019年10月を4年ぶりに上回ったことが分かりました。金沢市の中心部で開かれている国民文化祭のビッグイベントが追い風になったようですが、野口さん、この勢いを生かしてコロナ禍の停滞を完全に乗り越えたいですね。そうですね。たびたび言ってるんですけれども、兼六園のこの来園者数というのは県内の観光地の勢いを示すバロメーターといいますね。感染症がこう広がった2020年以降、2019年の同じ月を上回る、来園者数を記録したのは、桜の見頃の時期の2021年3月と今年の3月のみなんですね。今年5月に、コロナの感染症法上の位置づけが5類に、移行してからは、初めてということで、観光客の回復傾向が、ダイレクトにこの数字に反映していると言えると思いますね。観光シーズン竹縄の10月の数字ですから、これは本格的な観光需要の回復と見ていいんでしょうか。10月の来園者数はですね、2019年10月と比べて、4万7886人多かったと、10月としてこの20万人を超えたというのはですね、
2018年の21万3809人以来で、2015年の北陸新幹線、金沢開業以降では開業の年の26万5701人、翌2016年の24万1729人に次いで3番目の多さなんですよね。はい、金沢城兼六園管理事務所によりますと、今年も9月までは猛暑でですね、コロナ禍前を下回る入園者数が続いていたんですが、秋に観光需要がこの本格的に復調したことに加えて、国民文化祭が開幕した10月になって大きく回復したということですね。周辺の文化施設で魅力的なイベントが開催されていますから、これで回遊性が高まったと言えそうですね。そうだと思いますね。国民文化祭の目玉行事の一つであるチームラボ金沢城、光の祭りではですね、9月30日に金沢城公園で始まってから、これまでに11万人以上が鑑賞したということで、また県立美術館と国立工芸館を会場としたメイン行事の皇居三の丸肖像館収蔵品展の、これ前期展はですね、2万7602人が来場して、後期展も絶好調というところですね。はい、県の担当者は、訪日外国人の姿も目立っていて、秋のライトアップとともに、来園者の増加につながっているんじゃないかなというふうに分析してますね。兼六園の来園者は11月に入っても好調を維持しているそうですね。はい、管理事務所によりますと、11月の来園者数は、10日時点でですけども、11万2032人ということで、2019年11月と大体同じようなペースとなっている。兼六園観光協会では、猛暑で観光客の戻りが悪かったんだけれども、秋に入ってコロナ明けを実感できるようになってきたと、さらなるにぎわいに期待しているということです。兼六園は石川が推進する文化観光のシンボルでもありますからね、格調高い文化との触れ合い、これをですね、県全体に広げていきたいですよね。金沢検定が行われ、今年8月のジュニア検定で優秀な成績を収めた中学生も参加しました。金沢検定には初級、中級、上級があり、19回目の今年も1637人がおととい、北国新聞会館など金沢市内16カ所で歴史や自然、美術、工芸、経済など幅広い分野の問題に挑みました。問題は4者択一のマークシート形式で100問あり、80点以上獲得すると合格します。今回の受験者は初級が1297人、中級260人、上級は80人で、初級には8月のジュニア検定で90点以上の優秀な成績を収めた小中学生が金沢市から受験料の補助を受けて参加しました。一方、団体受験では光林坊大和の新入社員など18人が初級に挑戦したほか、金沢学院大学からも過去最も多い40人の学生が検定に臨みました。光林坊大和に入社して4年目の本田美咲さんは、身につけた知識がお客様との会話に役立っている、金沢ならではの食べ物や方言をもっと詳しく説明できるようになりたいと話していました。金沢検定のホームページでは、合格者の受験番号が今月28日午後2時に発表されます。今年の泉鏡花文学賞を受賞した北村薫さんと朝比奈亜紀さんに、清少の鏡などが贈られました。泉鏡花文学賞は、自治体が主催する文学賞として、金沢市が全国に先駆け、1973年に設けました。受賞式はおととい、金沢市民芸術村で行われ、村山隆市長が北村薫さん73歳と、朝比奈亜紀さん42歳に、清少の8両経と副賞150万円を贈りました。
北村さんの受賞作「水」本の小説は、金沢が舞台の水をテーマにした7編の短編からなり、記念のスピーチで北村さんは、京華の名を冠する賞をいただけたことに感謝申し上げると語りました。一方、朝比奈さんは、受賞作「あなたの燃える左手で」で、手の移植とロシアによるウクライナ侵攻を重ねて描き、歴史の長い格式ある賞に恐縮するとスピーチしました。受賞式には選考委員を務める4人の作家が出席し、北村さんの作品について山田栄美さんは、人生における本という船の素晴らしい水先案内の書だと評価しました。また村松智美さんは朝比奈さんの作品について、今作が3作目というのは驚きだ。恐ろしい才能を持っていると絶賛しました。今回も素晴らしい作品が選ばれたようですね。そうですね。まあ、今年は京華の生誕150年ですけれども、はい、まあ、その節目に、ふさわしいこのベテランと新鋭2人の受賞者ですね、はい、まあ、いずれも、まあ、作家として、まあ、京華へのリスペクトと文学賞の中でも価値のある京華賞を受賞した、そんな喜びにあふれたスピーチだったと思いますね。まあ、京華賞の名をより一層、まあ、高めてくれる活躍を期待したいですよね。そうですね。公募日総展&新院展選抜金沢展が白山市内で開かれ、日本画と洋画の意欲作を紹介しています。この展覧会は白山市民工房うるわしを会場に一昨日から始まり、47回目の今年は日本画や洋画に新風を吹き込む意欲作55点が展示されています。最高賞の北国新聞社社長賞は金沢市の奥田舞さんの作品アンクルンの歌が受賞し、インドネシアの民族楽器や伝統劇に使う操り人形などが華やかな色彩で描かれています。また金沢市の北出智之さんは俳人加賀の千代女にちなんで、薄暗い早朝に咲く朝顔を描いた作品作で日総会会長賞を受けました。日総会を設立したのは会長を務める丹羽俊雄さんで、今回は平将門を描いた神田明神と釈迦を題材にした苦行6年を出品しました。公募日総展&新院展選抜金沢展はあさってまで開かれています。一方、鹿町では里山や里海の風景を描いた作品の展覧会が開かれています。この美術展は主催団体の鹿町を描く美術館が四季折々の風景をはじめ伝統的な文化や習わしを描いた作品を通して鹿町を広く PR しようと開催しています。34回目を迎えた展覧会はおとといから都議活性化センターで始まり、表彰式では鹿町を描く美術館の曽原文夫館長が挨拶し、石田明県議や福田光悦町議会議長が祝辞を送りました。会場には観光名所弁天島を描き今年の大賞に選ばれた河北真一郎さんの洋画など里山里海の豊かさを表現した110点が並んでいます。鹿町を描く美術展はこの都議展が19日まで開かれ、その後金沢展が来月7日から10日まで県立美術館で開催されます。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルは加入相談会を行います。相談会の会場はご覧の通りです。相談会では事前に来場予約した上で金沢ケーブルのいずれかのサービスにご加入いただくと、クオカードペイ500円分をプレゼントいたします。ご来場の際は事前に来場予約した上で会場にお越しください。電話番号は 0120-751-114 番です。お待ちしています。